始まりました。こんにちは。ポッシブル可能性の会の太田です。と、今回はまたちょっと趣向を変えまして、花屋の仕事の〇〇の方法っていう、題になってるんですけども、基本的には田中さんへの質問コーナーです。 で、今日も花百合の田中さんに来てもらってます。田中さん、よろしくお願いします。はい、どうもこんばんは。よろしくお願いします。で、前回も出てくれた北海道の札幌市、サローのトータルフローリスト渡辺さんに来てもらってます。渡辺さん、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、もうレギュラーですね。山口県花友の本田さんにも来てもらってます。本田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしまいす。や、お願いします。いいね、このメンツね。オープニングすごかったっすね、あれ。オープニング以上？ねえ、本当はもうやめてほしかったですけ ど。ちなみに視聴者の皆さん、わかんない方も多いと思うんですけど、あれ勝手に僕が作って勝手に流してるだけなんで、田中さんの意思とは全く関係ありませんので。いや、本当死ぬかと思いました。恥ずかしいよね。恥ずめちかゃめちゃ恥ずかしい。しかったです。それでは始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いしあ、まで、す。コメントがもう来てるんですよね。もう来てるんですか？マリアじいさん、はい。こんばんは。こんばんは。なんて書いてるか、ちょっと訳が、フィンランド語なんでちょっとあれなんですけども、キートス。フィンランド語でキートス、ありがとうです。いつもありがとうございます。あと、久保さん、いつもありがとうございます。いつもありこがんとうごばんざいまは。す。毎回出勤。久保さん、ありがとうございます。では早速質問をしていきたいと思いますけども、 ね、本当今日あれですよね。打ち合わせなしの。打ち合わせなしなんで、いや、もうどんな質問が来るか全然わかんないですもんね。僕た怖ちいです。3めちゃ人めちゃが怖い。僕たち3人が質問考えてきてるんで、順番で田中さんに質問していきたいと思います。で、れで田す中さか？ん、もし答えたくないこととか答えれないこととかあったら全然答えなくていいんで。そんな答えれないこと多分ないと思いますけどね。そう？ 際どい質問とかも結構あると思うよ。あれですか、スリーサイズとか？スリーサイズそうはいう。逆にね、いらない情報かな。スリーサイズ僕も知らないですけど。それで、渡辺さん、質問用意してきてます？はい、用意してます。あ、本当？そしたら、渡辺さんからなんか質問してもらっていいおか。3つぐらいずつかな。その話の長さにもよるけど。はい。3つぐらいずつちょっと質問してもらえれば。すごいな。あ、めちゃめちゃ行きま切りすますか。ね。あ、じゃあ僕から質問で。はい、よろしくお願いします。お願いします。田中さんの花屋歴はどれぐらいですか？うわー、すげえ答えやすい。ありがとうございます。まあ最初だからね。いや、僕今36なんですけど、25から、一応この業界に入ったんで、12年目ぐらいじゃないかな。ちょっとすみません。算数ができてないから。25に始めて36まで今やって。多分、それぐらいです。はい。そうなんですね。全部ずっと葬儀の仕事なんですか？あ、ずっと、あ、一応なんか小売もやって、葬儀もやってっていうのをずっとやってます。そうなんですはい。最初からずっとどっちもやってました。かります。でもやっぱもう見習いの期間みたいなのやっぱあるじゃないですか。そこはね、ほとんど最初は小売はやらずに、お店は別でもちろんあったんですけど、仕事の内容自体はもうほとんど葬儀に全振りみたいな感じだったですね。そうだったんはい。はい、そうです。ですね。おお。優優しい、優ししい質問だね。い。優しい、優しいですね。ありがとうございます。いいよ、続けて僕は。渡辺さん、いいよ、次。じゃあ、好きな祭壇の形とか、あと、対象が好きなのか、非対象が好きなのかとか、ありますか？ちょっと難しくなってきましたね。別に、好きか。いや、でもなんか、絵を描くようなやつはすごい、僕は個人的には好きです。だから例えばなんかその、
まあ、山をやってくださいみたいな、そういう造形的な波をやってくださいとか、はい、とか、なんかお魚をやってくださいとか、どん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 その絵を描くっていう方に近づいていった方が個人的には好きです。ああ、ちょっと特殊な。そうですね、そのクリエイターとしてなんか楽しんで制作できるんで、あ、はい、難しいし、楽しいしっていう、なんかそのやりがいをすごくそういうところに感じるんで、あ、はい、うん。でも、ただ普通になんかあれですよ、あの左右対称型で大きなやつとかでも普通に好きですし、はい、だとは思います。うん、そんな感じですかね。わかりました。はい。ありがとうございます。もう一個ぐらいいっちゃう？はい。次は、まあ、いけるんじゃないですかね。うん、全然。じゃあ次は、田中さんがこの仕事をして、うん、過去一番ピンチだったことはどういうこと？うわ、それは、あ、言えないことあったかもしれないですね。言えない、あれなんだ。言えないですかね。ですね、46時間連続で働いたことがあります、ね。それはね。会社は今の会社じゃないんで。会社名とか言っちゃダメだ、パターン。いや、そう。うん。この時はマジでピンチでした。うん。ピンチだわ。マジでピンチでした。はい。もう朦朧としてるでしょ。もう朦朧としてるんですよ。うん、自分がなんか、まっすぐ立ってるか分かんないぐらいなレベルだよね。はい、いや、もう本当トイレに行くんですけど、うん、トイレに顔を洗いに行ってましたもんね。今日を立ち見とかじゃないんですよ。もう、眠すぎて、もう顔洗うためにトイレ行ってました。もう。うわー、すごいね。え、40何時間？ 46 時間、その時はね、働きました。なんかこう計算、後で計算したら。まあ、丸2日だよね。まあ、もうほとんど丸2日ですよ。ね、寝ないででしょ？寝て、もうノンストップです。仮眠もなし。なしです。うわー、すごい。ハードだね。今は無理ですよね、だから本当に、多分。今は絶対できないと思います。できないよね、うん。できないと思います。最的にピンチですよね。うん、なんか、まあ、うん、ちなみにそのぐらい働いたことって他の2人はあるかな？いやー、ないですね、さすがに。よかった、よかった。本当によかった。渡辺さんもないよね。ある？僕もないっすね。ないよね。はい。なくていいですよ。なくていい、ね。もう、やるもんじゃないです、本当に。やるもんじゃない。死ぬかと思います、本当に。うん、まあ、ちなみに僕はあります。いやー、でしょうね。でしょうね。うん、もっと言ってそう。まあね、結構言ってるね。なるほどね、ありがとうございます。はい、じゃあ次、本田さんから田中さんに質問、はい、3つぐらいなんか。了解です。はい、そうですね。お願いします。はい。まあ、お客様からそのデザインの、はい、まあ、指定がない場合、はい、あのデザインを決める上でやってることとかあったら聞きたいです。いや、もうそれはあの貯金をしとくことですかね。ああ。要はその、仕事が入ってない時に、その、お任せの裁断とかですよね。うん。あ、そうですね。はい。お任せって言われた時に出せるものを、なんか、ちょっとずつ貯金しとくみたいな感じ。うん、ああ。それはどういうふうに貯金していくんですか？イラストで。あ、もう絵で描いたりとか。ああ。イラストのみですか？はい。イラストのみですか？絵で、ああ、逆に他になんか、いや、よくその、パソコンとかでやられてる方も結構いるじゃないですか。で、そっちのタイプなのかなって勝手に思ってたんですけど。いや、まあ僕のスキルが足りてないだけなのかもしれないですけど、その、パソコンで作ることになんか、そこまで時間を使う意味があるのかなっていう。ああ、なるほどですね。ところはあるんですよね。パソコンでやったらね、めちゃめちゃ綺麗にできるじゃないですか。はい、そうですね。だからそれを、なんかこう、お客様に対してこう、プレゼンするとかだったら、うん。やっていいのかなっていうのは思うんですけど、はい、なんかこう自分のネタとして一回、しかもなんか一回使って終わりみたいなもののためにそこまでやるのかなっていうのは感じます。はい、僕はですね。はい。ありがとうございます。はい。だから本当あれですよ。はい、なんか大型祭壇入ってて、はい、納品まですごい時間あって、なんか3、4パターン出してくれみたいなことを言われたときは、ちょっと悩みます。うん、僕は手書きで出したいんですよ。ああ、なるほどですね。CG ですごい綺麗にやっちゃうと、はい、もしね、何かが
手に入らないとかになった時に、うん、じゃあこれはちょっと別の感じで対応するしかないってなった時に、うん、あのね、要はもうハードルめちゃくちゃ上がっちゃってるんで、はいはい、なんかもらったイラストと違うじゃないかって言われるのが怖いんですよね。ああ、なるほど、はい。はい。なんかこの部分はなんか紫で、あの、グラデーションをかけたり。で、この部分はなんかピンクでやってましたってなった時に、そのピンクが、うん、手に入らなかった、紫が手に入らなかったってなった時に、わ、じゃあもう白でやるしかないみたいになるのが怖いんで、僕はもう、あの、モノクロで出したいんですよ。あ、お白黒のイラストを出す、ね。白黒で、はい。白黒のイラストで出したいんですよね。ああ。うん。だから手書きで書いて、コピーしたやつを、プレゼントとかに使うことが多いですかね、僕は。ああ、なるほどですね、うん。で、色合いとかはその口頭で決めてって感じですか、ね、そうですね、そうですね。あ、はい、なるほどです、ね。ここはこんな感じで、ま、あの、行かせてもらうと思いますんで。ああ。はい、なるほど。だからもう、年中流通があって絶対手に入るなってやつは、もちろん、ね、それこそあの、胡蝶蘭だとか、もう、迷宮の花なんで、うん、ないと絶対ダメみたいな感じで、はい、はい。そういうものは、ちゃんと、うん、押さえて、あとは、はい、あの、大体こんな感じ、そこまでね、なんか全体的に ここがこの色で、どこがこの色でみたいなこと言われることって あんまりなくないですか？まあそうですね、はい。なんかその、うん、例えば白でやるんだったら、こう全体的に白でやってほしいとか、はい、そういうご要望あると思うんですけど、なんかこう各パーツ、はい、なんかこれはなんで、ここはどこで、なんでなんでって言われること多分そんなにないんで、はい、うん、だからあえてなんかボケたものを渡して、うん、ハードル下げておいて、はい、あの実物見てもらった時に感動してもらいたいって僕は思うんで。うん、なるほど、はい。なんかイラスト通りにできてるねっていうところじゃなくて、はい。これがこうなりましたみたいなところを僕は演出したいんですよね。うん、了解です。わかりました。いい感じです、はい。はい。ありがとうございます。いえいえ。はい。あと、本田さんありますまだ。次行っていいですか？どうぞ、お願いします。はい。はい、あの、田中さんの、その、才能を見たときに、はい、もうその、田中さんは、その、頭の中のものを、そのまま再現できてるんだろうなっていうふうに思ったんですよ。はい、はい。はい。だから、その、イメージ通り、その、指す方法だったり、その、工夫だったりとかっていうのを聞きたいなと思って。うわぁ、深いですね。はい。これは、あの、答えから言ってしまうと、100% イメージ通りにできたかって言われたら、はいはい、うん、そうじゃない、圧倒的にそうじゃないことの方が多いんですよ。はい。っていうのも、なんかこう、例えば、その、綺麗にデザイン画を描いて、うん、あの、現場で飾って、それを持ち帰って、なんか採点したときに、はい、100点満点だって今まで言えたことないんですね。うん。はい。まあまあ、それが100点になったら、もう自分自身、終わると思ってるんで、はい、別にそれはいいんですけど、まあもちろんそのお客さんに提供するものとして、失礼のないものはやっぱり出さないといけないなっていうふうには思うんですけど、うん、だから、なるべく近づけようって はい、いつも思ってるんですね。はい。だから。その再現性は高いなっていうイメージを持ってたんで。そう、その再現性です、うん。再現性を常に上げるための、うん、あの考え方を常にどうしたらいいのかなっていうのはすごい考えてますよね。ああ、うん、それがずっと考えてたらやっぱある程度は、うん、ある程度はねイメージ通りにそれは行くんですけど、うん、でもどうしてもやっぱりその、うん、細かいところでなんか、うん、あ、カタってなってるとか、ここはなんか写真撮るまで気づかなかったなっていうところがあったりとか、うんうん、まあ、その、非対称だったりした場合とかは、はい、その、まあ、で、まずあの、ポイントを取ったりして差し出す、はい。ポイント取ります、もちろん。ああ、はい、取ります。わかりました。はい。はい。対称じゃなくて、非対称系だったら、はい、全部僕が、その、自分がメインで差すときは、全部、自分でポイント取りますね。ああ。うん。それが、なんか、その、うん、メインでやる人の仕事なのかなと思って。はい。はい。なるほどですね。っていう感じです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと今コメント来てるんで、はい、見ますね。ハラハラさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ハラハラさん、お疲れ様です。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。リーチさん。はい。リーチさん、お久しぶりです。こんばんは。こんばんは。お久しぶりですね、リーチさん。お久しぶりです。田中さんとも仲良しのリーチさん。
はい。ハラハラさんもリッチさんも田中さんに質問あれば遠慮なくチャットに入れといてくれれば、田中さん全部答えてくれると思いまどす。うぞ、お願いします。はい。他の方々も、もし何か質問あれば入れてください。本田さん、もう一個ぐらいいきます？質問あります？もう一個ぐらい言ってもいいですか？言ってもいいですよ。いや、大まかな質問になるんですけど、田中さんの今後の目標っていうのを聞いてみたいですおー、かぶった。俺も用意してた、ね。それ。これはね、いっぱいあるんですけど、まあ直近のところで言うと、やっぱり、僕は人に裁断を教えて、その楽しさをすごい分かってほしいなっていうのを伝えるような仕事が、直近で言うとしたいなと思ってるんですね。で、やっぱその先を見てるんで、僕は海外で、仕事がしたいなと思ってます。いいね。海外に良さをなんとかうまく伝えて、良さを共有してくれるような場所でお仕事ができればいいなっていうふうに思ってますね。具体的にどこの国とかはあるんですか？いや、やっぱりこのね、どうしても宗教観とかが絡んでくる話になるんで、この大きさとか規模でやろうってなった時に、なんかこう、ただ単にイベントっていう名目だけでやるってなったら、なかなか厳しいと思うんで、やっぱりその冠婚葬祭に絡むようなところになってくると思うんで、まあその仏教のところで、で、お花もそれなりに現地で調達できてって言ったら、やっぱりその東南アジアとかが行けるのかな、インドとか。そうですね。海外の方のその祭壇とか見てみても、日本とはちょっとやっぱ違いますよね、感じが。刺しそう方ですとね。かちょっと違ったりするじゃないですか。中国とかね、かなり独特な感じですだからね。こっち側のその聖火祭壇っていうのがどういう受けをするのかっていうのはすごい気になりますよね。そうですよね。そこまで行けてないんで、僕も。だからそういう現地の人たちに対して、どういうふうに、プレゼンしていったら受け入れられるものが作れるのかなとか、そういうところをこれから勉強していきたいなって思ってます。わかりました。なるほありど。がとうございます。ありがとうございはまい、す。ありがとうございます。ただ次俺行こうかな。うわぁ、太田さんが一番ね、えげつないことを言ってきそうですもんね。遠慮がないからね、俺はね。花屋さんになる人って、聖火祭壇業界は特にそうなんですけど、最初からね、ガチで、本気でやる人ってなかなかいないじゃないですか。みんな花屋に入ってみてから、聖火祭壇って花屋が作るんだっていうのに気づくんだと思うんですけど、確かに、そうですね。なかなか最初から本気で打ち込むことってないと思うんですよ。だから、田中さんの祭壇見てると、やっぱりガチでやってるなっていうのがすごい伝わってくるんですけど、ガチでやってますよね。本気で打ち込んだのって、いつぐらいなのかなっていう。そうですね。多分、業界に入って、2年か3年ぐらい経ってからだと思います。意外だったね。すぐじゃなかったんだ。ですね。2年か3年は、ガチで取り組んでいるふりをしてましたね。なるほどね。いや、もうめちゃくちゃ嫌いでした。もうめちゃくちゃ嫌いでした。最初そうは。なんだ。そうですね。嫌いだったんだ。嫌いでしたね。なんかもう最初って全然上手にならないんですよね。わかんないもんね。わかんないです。なんかあんまり成長も実感できないし、なんかすごく思い悩んだこととかもあって、で、それこそ毎日練習してたんですよ。なんかそういう拘束時間とかもちょっと嫌で、そこはね、なんかまあ、あんまりこれはあんまもうね、言わない方がいいですよね。言い過ぎたらちょっとまずい感じだしね。まあそういうところも、あるのかなっていうところなんですけど、意外だったね。2年も経ってからなんだね。そう、楽しくなかったんですよ。楽しいより怖いだったんですよね。あれだね。部活みたいな感じだね。部活、俺はサッカー好きだから、サッカー好きだけど筋トレは好きじゃねえよみたいな。週に1回ある11キロ走は嫌いだよみたいな。そういう感じです。そんな感じだよね。
だから、ある程度、自分の思い通りにできるようになってきたなって感じ始めてから、あ、うん、もしかしたらこれ楽しいかもしれないなっていうふうに思うようになりましたね。で、まあ、次の質問なんですけど、その、きっかけって何だったんですか、はい、何のきっかけで楽しくなったきっかけですか。本気で打ち込むのに2年かかったわけじゃないですか。はい、で、2年経って、あ、これちょっとやってみようと思ったきっかけっていうのは何だったんですかね。いや、その、もともと物を作るのが好きだったんで、その、物を作るっていうことだけは良かったんですけど、ただやっぱその環境でなんかすごい嫌だなって多分思ってたんだと思うんですよね、最初の方っていうのは。でも、それ以上に、あれ、なんかできるようになり始めたなって思い始めたところで、物を作る楽しさっていうのが、すごい自分で実感できるようになってきて、そこがやっぱり多分きっかけですよね。ああ、なるほどね。はい。あとはその、ね、葬儀社の人から、なんか上手になったねとか言われたりするんで、やっぱその成長したことを感じられることと、なんか、その仕事全体に、あ、貢献できてるなっていうふうに感じられる瞬間が、やっぱどっかであったと思うんですよ。そこが、なんかできなかったことができるようになった瞬間が切り替わったところから、ああ、いいかもしれないって思うようになりましたね。あ、なるほどね。はい。いや、今見てる視聴者の人たちでも、まだ初めてね、1年とか2年とか、ね、立ってる人もいると思うんだけども、そうですね、どこがきっかけか分かんないね。そしたらその本当に楽しめる、楽しあと思った瞬間から一気にこう、はまり込んでいけるんだね。そうですよね、ああなるほどね、ありがとうございます。分かんないです。一生なんか本当面白くなかったなって思って終わるのかもしれないし、どっかで、まあ、やっぱこれだって思うのかもしれないですし、それはね、やっぱ人によって向き不向きってあると思うんですけど、やっぱ僕は今のところなんかすごく、あ、向いてるな、楽しいなと感じてやってるんで、まあそういう意味ではね、始めてよかったのかなって思うところはいっぱいありますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一回、もう一ついこうかな、俺。はい、お願いします。田中さんの作ってる聖火祭壇って、はい、同じ同業の人が見てても、はい、よくこれここまで細かいとこやってんなっていう印象がすごく強くて。本当ですか。それでそれをやるには、やっぱモチベーションが高くなきゃできないと思うんですよ。はい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 。でそのモチベーションの高さっていうのは、どっからやってくるのかなっていう。なるほど。みんな綺麗なの作りたいと思っても、気持ちが続かない人って結構やっぱ、僕もそうなんですけど、そのモチベーションを保つ秘訣があれば。わあ、これはちょっと言ったら惹かれるかもしれないですけど、いいよいいよ。当たり前っていう基準を変えるしかないんですよね、多分。ちょっと難しいですよね。難しいね。でここまで細かくするのが当たり前っていうふうに思ってしまえば、もうモチベーションとかじゃないんですよ。ああ、なるほど。そうじゃないと気持ち悪くなっちゃうんですよね。ああ。だから自分が突き詰めて納得できるものを置いてこないと気持ち悪いんですよ。もう本当にそれだけなんです。モチベーションでやってないんですよね。ああ、なるほどね。だから本当ちょっと、ね、日常やるかやらないか微妙なラインだけど、こう、めんどくさいこととかあるじゃないですか。例えば、家に入るときに、靴脱いで靴揃えるかどうかとか、そういう次元の多分話なんですよね。ここをパッて揃えて、気持ちよく家に入るのか、ババーンって脱ぎ散らかして家に入るのかとか、まあなんか洗濯物脱いだ後、それどうするのかみたいな、本当に多分そういう話なんで、やっぱもうモチベーションとかじゃないですよね。だから部屋が散らかってたら気持ちが悪いとか、もう感覚的にはそういう感じで、自分の基準としてはもう当たり前って思ってるんで、まあ、やることなんだね。
そう、やることなんですよ。ただ最ただ。低限やることっていうふうにもう自分の中では決まってるっていうことなの。そう、自分の中ではそう決まってます。なるほどね。モチベーションではない。モチベーションじゃないんですよね、これは。だから、そのね、やっぱり、聖歌祭壇っていうのは、その個人様を売るためのお供え物じゃないですか。だから、なんかそこに対して、なんか、真剣に向き合うっていうのは当たり前のことだと思うんで、だから、その当たり前っていう基準を僕はそういうふうに持っているっていう、本当にただそれだけの話なんです。そういう基準っていうだけなんですよ。まあね、人によってこう最低限って違うからね。違うと思うんですけど。確かにね。よく祭壇作り終わった後に、後ろ離れて確認してまた直すかどうかを結構見るんだよね、俺ね。本当そういうことです。まあ、いっかっていうのか、直さなきゃって思うのか、本当にただ、それだけなんですよね。やっぱそのね、一番最後にもう終わっていいだろうっていう状態でも、やっぱり下がってみて、ちょっとでも良くしようってする人は、まあ上達するかもね。そうですね。本当会場出るまでチラチラ見る人とかやっぱいるもんね、やっぱね。まあ逆に見ない人もいるしね。そうですね。そうですはい、ね。終わった、もう帰るみたいな感じの人もいるしね。なるほどは、ね。最上出るまでチラチラ見ちゃうタイプなんですよ。なるほ大ど丈夫かな、大丈夫かな。ね。わかりました。ありがとうございます。いえ、とんでもございません。なんかまたリーチさんから、太田先生に初めて見ました。あ、そう？本当ですか？俺、俺の顔、俺がまともに話してるのを初めて見たってことかな。本当ですそうだよか？ね。いつも俺作ってばっかりだもんね。確かに確かに。なんか聞き取れませんが、先生たちに会えて嬉しいです。僕もリーチさん来てくれて嬉しいです。リーチこんにさん、ちいつもありがは。とう。ね、まあ中国の方なんでね、リーチさんは。そうなんですよね。リーチさんも結構祭壇うまいんだよそうです。結構綺麗にやられてるね。綺方麗に作っで。てるよね。で、一回僕お話ししたんですよ。もう突撃で、行けって言って、LINE 通話で そもそも海外の人とこれ LINE で話せんのかなと思ったら、普通に話せて。本当。全く会話が通じずに、身のない1時間ぐらいを過ごしたという思い出があそうりまだす。よね。そうだよね。なんとなくいけるかなって、なんかそのかける前思ったんですけど、なんとなくいけるわけがないんですよそうね。だね。中国語なんかもうまるっきりわからなくて LINE 結で局、やり取りしてた方がいいよね。そう。まあ、ちなみに LINE で翻訳あるんだよね。そうです。俺と田中さん使ってるけど、まあ、例えば、日本語で「おはよう」って入れたら、勝手に中国語で「おはよう」に変換してっていう LINE の翻訳機能があって、まあそれでリーチさんともね、話したりね、してるんですよね。まあだから外国の人もね、もしなんか興味持ってくれてる人いたら、全然気軽に連絡くれていいんだけどね。本当にください。そしたらどうしようかな。時間まだ大丈夫？次、そうだね。もう一個行こうかな。簡単なの。いいですか？ありがとうございます。師匠はいますか？師匠います。それはいつの師匠なんですか？前の会社ですね。その人を師匠としようと思ったのはいつぐらい？最初から？もう最初からですよ。で、最初はもう師匠のことめちゃくちゃ嫌いでした。もうめちゃくちゃ嫌いでしたね。で、多分師匠も、厳しくしすぎたって多分途中で多分思ったんだと思うんです。これはすごい変わられたんですよ、師匠が。でも、もう腕はもう抜群に良かったんですよね。今でもなんかその師匠を抜けてないなと思いますし、本当。まあ残念ながらね、師匠はちょっとこの業界からは去っていかれたんですけど、そうそなんでうすなんよ。だ。やっぱいるんだね、師匠がね。師匠はね、いた方がいいと思いますし、やっぱ師匠に可愛がられることもね、すごい大事なのかなとも思います。なるほどね。
ああ、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。まだまだ俺質問いっぱいあるけど、この辺でやめとくかな、俺は。いや、もう全然僕はいいですけどね、いく渡ら辺でさんも。とかまだある？質問。ああ、いいですか、じゃあ、際どいの言ってもいいよ。俺が言うことじゃないけど。際どいのはないんですけああ、ど、いいよ。田中さんの祭壇見せたら、やっぱりグラデーションがものすごく綺麗だなっていう印象ありがとうがございまあるんす。ですけども、ありがとうございます。グラデーション以外で、こだわりというか、まあ、得意な部分っていう、どういうところありますか、サイさん。得意な方ですか？得意な方で。ラインですね。ラインとグラデーションが好きです。もうそのキクのパーツが僕好きなんですよ。逆にその洋花の方がちょっと苦手意識持ってるぐらいなんですよね。そうなんです。そうなんですよ。なんかでも、本当なんか洋花って正解ってないじゃないですか。そうですね。なんかラインはなんかある程度こう数学的になんかこう見れるんですけど、洋花ってもう完全にもうなんかそういう次元の話じゃないじゃないですか。だからこうなんか理屈でこう説明できないから僕あんまりこう得意じゃないんですよね。だってこんな感じって言うしかねえもんな、みたいなところは結構あるんですよ。いや、それが何故に綺麗なのかとか、こう、わかんないですよね。数値化できなくて。そうっでていすよね。う意味ですごい苦手意識持ってます。だから、グラデーションももちろんすごい僕好きなんですけど、ラインも好きですね。だから多分花っていうよりも造形が好きなんだと思います。そっちだと思うんですよね。なるほど。ただ、そこを、なんか、自分が、なんか造形をしたり、その絵を描いたりするための、絵の具みたいな感じで花をただ使ってるっていうだけで、多分そういう感覚なんですよ。なるほど。そんなあり感がじとでうす。いえいえいえ、ありがとうございます。ございます。本田さん、何かあります？あ、いいですか？お願いし今、ます。洋花より、そのラインの方が好きっておっしゃってたじゃないですか。そのラインを引く上で、何をに重点を置いてるかというか、何かあります？ラインを引く上上で、で。どういうところを重点的にやってるのかな。もう多分、自分の感覚なんですよ。感覚ですか？自分が綺麗と思うかってところをすごい大事にしてて。僕はもう本当好みで言ったら割とこうシャープな方が好き。なんか丸い、ぐるーみたいな感じよりも、こうシュッとしたシャープなやつの方が好きとかいうところそはあるんのですけど、曲線の話ですかね。曲線の。とかはあるんですけど、あとは本当自然に見えるかどうかってところはすごい大事にしてます。だから、ここからここまでこれぐらいで曲がってきたのに、ここから先ビヨーンって急になんか曲がっちゃうとか、そういうのが嫌なんですよね。だから、緩やかに自然にっていうところはすごい意識してますね。なるほどですね。だから、本当こう持ち上がるラインが引きたいんだったら、持ち上がるまでどの角度までこう下げて掘って、そこからちゃんと持ち上がらないといけないよねとか。なんかどういうラインを引きたいから、そのためにどういう布石がいるのかっていうところとかは結構考えてますね。なるほど。ただやみくもに引くんじゃなくて、ちゃんと考えてラインを引いていくっていうことですか？そうですね。てかもう基本的にそのイメージをまず持ってやってるんで、イメージをどれだけ再現できるかっていう、本当にそれだけの話なんで、だからデザインの段階でそういうところは全部計算しておいて、なんか現実的にこれって無理だよねみたいなことはもちろん現場に行ってもやらないですし、そのイメージがまずあって、多分その好みっていうのはもうそのデザイン画を描いたりとか、そのイメージがある段階でもそこでも決まっちゃってるんで、現場に行ってやることっていうのはそれを再現するだけってことなんですよね。
はい、そういうふうな考え方です。その再現の話でちょっともう一個いいですか？ はい、いいですよ。あ、すいません。で、その再現通り、そのイメージする、そのまあ曲線、一本の線があるとして、ここの線を描くには、これを何本使うっていうところまで、計算しますか？大体を計算します。大体計算しますか？大体を計算します。ああ、そう。僕たちその現場で刺すことがほとんどなんで、花を持って行って、余らせて持って帰ってくるっていうだけでも、やっぱ結構その花に対するストレスがかかるじゃないですか。だからその持って行きすぎもダメですし、まあ足りないっていうのももちろんダメですし、だから自分がどういうデザインをやるから、これが大体何本ぐらいいるよねっていうのは、もうその花を準備する段階である程度はもうわかるようにはなっていますね。ああ、うん。ありました。そうですね。サイズ感で。だから本当、これが何件ですよって言われたら、例えばそのピンポン菊使うんだったら、ピンポン菊がだんだん見えてくるんですよ。ポコポコポコって、ピンポン1本でこれぐらいの大きさだなみたいなのが、もう絵の中に大体見えるようになるんで。なるはい。ほど。わかりました。はい。まあ、あとはその金額と相談ですね。だから、そうですね。いくら何本使ってもいいってわけじゃないんで。わかりました。ありがとうございます。それです。そしたら次俺行こうかな。お願いします。まあ、ね、その本気で打ち込んだのが2年ぐらい経ってから、花屋始めて2年ぐらい経ってからって言ったんですけど、まあ多分その中でこう影響を受けた人っていうか、まあ好きな人でもいいし、尊敬する人でもいいし、影響を受けた人でもいいし、もしいれば教えてほしいな。師匠だけです。なんで僕が持ってるスキルとかは、もうほとんど師匠の受け売りなだけなんですよね。なるほどね。考え方とか、まあその自分がオリジナルで考えたところももちろんたくさんあるんですけど、まあ師匠ですね。あとはもう、その当時ネットで裁断調べるみたいな意識全くなくて、携帯とかもまだガラケーなんですよ。ちょうど業界入って何年かぐらいでみんなスマホが当たり前ぐらいになってきたんで、これからですよね。それまではネットで裁断調べるとかしたことなくて。もう今はね、当たり前だもんね、ネットで。そうそうそう、今当たり前なんですけど。デザインに困ったらもうインスタ見てみんなね、真似して作るみたいなね。インスタとかあったのかどうかもわかんないですし、ツイッなターとか。いし、ないよね。多分ないんじゃないですか。ないよね。だって俺だってインスタ始めたの5年前ぐらいじゃない？多そうでしょ分。全然ないよね。う。そうそう。本当にネタをネットで探すみたいな、もう概念がなくて。だからその時にやっぱ大手のね、サイトとかたまに見て、わあ、すげえな、みたいなの見てたりはしましたけど。ホームページだよね、まだね、その時代はね。ホームページとかはちょっとちらっとは見たりはしてたんですけど、まあ本当すごいなぐらいで終わってましたね。あとはもう全部師匠譲りでもう教えてもらったことばっかりなんで。なるほど。ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。どうしようかな。渡辺さん何かあります？具ですか？ああ、結構、その今言ったのも聞こうかなとも思ってたんあ、です本けど。当。田中さんのその趣味は何ですか？趣趣味味ですとか？以外でどういうことをしてるのかなと。趣味は、魚釣りと、魚釣りとエレキギターですね。ギターもやってんだもんね、しかもギターね。してます。ギターもやってるんですね。ギターは好きです。昔バンドとか組んでしてた。ました、してました。もう全然ですよ。もう、あれです。学生バンドみたいな。遊びです。釣りは今も行かれてるんですか？釣りは、やっぱこういう状況なんで、あんまり出歩けないのもありますし、今はちょっとね、本当にやりたいことが別でいっぱいあって、ほとんど今は趣味に時間使ってないです。趣味、今やってないです。
なるほどね。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。いいよね。なんか俺、花以外何もできないからな。え、でも、なんか、いや、いや、その、できるかできないかで言ったら、もう、できないんですよ。できてない。魚釣りだって、なんか、その、できるとかできないじゃないですか。まあね、まあね。ポイ、ポイ、ポイってやって、なんか、釣れるか釣れないかだからね。まあ、簡単に言えばだけどね。ちゃんとやってる人たちからしたらね、餌がどうのこうのとか、竿がどうのこうのとか、やっぱあるんだろうけどね。ちゃんとやってる人からしてみたら、もう本当、ただの遊びと同じです。ああ、なるほどね。うんうん、はい。本田さん、次何かあります？だいぶ聞きました、ね、だいぶ聞きましたね。だいぶ聞かれましたよ、もう。だいぶ聞きましたけど、まだ聞いてもいいですか？全然いいよ。いいです。そうですね。まあ、田中さんの、その、今後の目標はさっき聞きましたけど。あ、今後やりたいこと。はい。はい、はい。はい、そうですね。今後の、その、田中さんの目標は先ほど聞かせてもらったんですけど、うんうん、この業界がどうなってほしいとかっていうのはあるのかなと思って。あ、それは言えないかもしれないですね。あ、言えないですか？これちょっとあんま、暴言になるかもしれないですよ。そうですね。いや、グレーな。ね、決して現状いいとは言えない状況でしょう。まあね。そこはね、やっぱ否めないですよ。だから、みんなもっと頑張らないといけないなっていうふうに思ってるんで、うん、まあだから、いいね、その太田さんとかもそうですけど、なんかそういういい先駆者になれたらいいなっていうのは思ってるんですね。うん。うん、だから本当背中で語れるぐらいの何かをね、やっぱやらないと業界変わんないのかなと思いますし、うん。うん、そんな感じですかね。うん。まあもっと本当良くなればいいなって思いますし。新しい取り組みに対して奥手だよね。うん、うん。生活財団業界っていうのは、ね。すごい。うん、遅いよね。うん。うん。そうですね。なるほどね。本当はね、もっと価値のあるものだと思うんですよ。うん。お客さんをね、すごく感動させることができるようなものだと思うんですよね。うん。ただ、なんかその価値がね、うまくちゃんと伝わりきれてないんじゃないかっていうところはあるんで。うん。そうですね、実際ね、ほんと少ないかもしれないですけど、やっぱ適当にやってる人だっているじゃないですか。うん。ね、なんか、そういうところとかもね、あんまり良くないなと思ってて。うん。ね、はい。やっぱ言えないっていうことだ。そうですね。ちょっと今すごい言葉を選んでらっしゃるな。いや、でもまあね、確かにね、まあ、適当にやってる人が多いって言ったら、ちょっと語弊あると思う。いや、多くはない、多くはないです。でも、ただ、いないことはないっていう。いないことはないよね。そうそうそう。うん、まあ、それもね、測れるもんじゃないからね。そう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 、本当そうなんですよ。本人はね、本気でやってるのかもしれないけどもね。あ、まあ、作品になかなか現れないっていう人もいるだろうしね。そうそう。まあ、なんとも言えないけど、なかなかこの業界ってその表に出る方が少ないじゃないですか。やっぱ技術者ってどうしてもその影の、うん、存在なんで、うん、でその成果祭壇をこうもっと盛り上げようと思ったら、やっぱりその技術者たちがやっぱりもっと表に出て、こういうふうにその祭壇の価値っていうのをどんどんこう表に出していかないといけないと思うんで、うん、ことですよね。うん、ね、はい、少しでもね。うん、だから業界全体でなんかこう、もっといい見せ方がね、こうしていけるようになればいいなっていうふうにはすごく思ってますね。うん。まあね。大会とかやりたいよね。そう、まあそういうことなんですよね。うん。ね、12尺、ね。うん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 。の祭壇の、まあ2段なら2段でいいけど、うんうん。ね、小さい祭壇部門のやつをね、こう全国大会とかね、まあ例えば今ねインスタとかでもできるからね。そうですよ、もう画像とかだけ で、ね、うん、画像だけでね、うん、で、うん、一般の人も見てもらってね、うん、まあいいねの数で決めてもいいし、うん、面白いですね。か審査員をね、設けてやってもいいし。おお、いいですね、それ。やりたいんだよね、俺はね。面白い、めちゃめちゃ面白いですね。動く必要ないしね、会場でやる必要もないからさ。うんうんうん、まあ、12尺なら12尺、ね、2件なら2件、3件なら3件、4件の部門とか、洋花の部門。あれですか、何本
未満みたいな感じで。まあ、何がそれ何だ、も何あんが。まり、最初はなくてもいいから、その要はみんなが一生懸命作った作品に対して、一般の人方とか、まあ、葬儀社の方々に評価してもらえるっていう場所を作りたい。まあ、それだけ確かでもに確やっぱりこう目標っていうのが多分作り手の人にできると思うから。でもなんかそれってすごいなんか業界外の人の客観的なデータが取れてすごいいいですよね。やだりからたいな本当とに思っ望てまる。れているものっていうのがどういうものなのかっていうのすごいわかああ、ります。そうだね。俺らがね、勝手にこだわってやってることっていうのはね。本当にそうなんですよね。確かにね、狭い視野でやってるとそうなっちゃうからね。一般の人に聞くっていうのは大事だよね。いいですなるね。ほどね。あと、質問、どうだろうね。俺の方から行くかな。小田さんまだあるんですか？すごいっすめっちゃあるよ。ね。あ、そうなんですか。あれだね、県外の仕事をね、一緒にやったと思うんですけど、あんまりこう県外出て仕事をする人って多分花屋さんの中では少ないと思うんですよね。そうですね、そうですね。その県外に出て仕事をするってことに対しての、まあ印象だったり、こう必要性というか、何か感じてるものがあれば。なるほど。なんか、県外に出て仕事をするっていうことは、なんか僕にとっては非日常ではあったんですけど、でもやっぱり日常だったんですよね。なんかでやってるも、ことは変わんないけど、でもやっぱり非日常的なことですごい刺激ってもらえるし、なんか、いろんな人と触れ合えるっていうのはやっぱいいですよね。なるほどね。ただ本当に行ったことない県に行って、セブンイレブンに入って、いつも自分が食べてるおにぎりがあった時はすごい嬉しかったですね。やっぱ、全国共通なんだっていう日本にいるんだっていうね。もう全然違うところに行って本当に見たことのない景色で、そう、なんかやっぱ飛行機とかに乗って行ったらもうなんかもうわけわかんない世界が広がってんじゃないかって思うんですけど、でもやっぱりそこは同じ日本で、同じおにぎりがあって、で、自分がベスト尽くしてやった仕事はそこの人たちにも同じように受け入れてもらえたんで、なんかそういう意味でそのなんか日常だったんですよね。でもやっぱりやってるところは、ね、場所とかは全然違う人と関わったりとか、違う場所でやったりとかしてるんで、そういうところはやっぱ非日常なんで、そういうところっていうのはすごく刺激はもらえましたし、まあもっといろんなところでやりたいなっていうには思いましたね。なんか、県外の仕事、ね、福島市か。あれやってからも田中さんがだいぶ考え方変わったのかなっていういや、本当ですか？なんか印僕はあ象んま分かが。んなかったです。なんかこの、田中さんと出会ってどのぐらいだっけ？ 2 年？ 3 年ぐ2らい？年ちょっとぐらいですか？この2年の間でだいぶなんか変わったんじゃないかなと思ってて。なんか、いろいろ、なんか、あれなのかな、影響あったのかなっていう。いや、だいぶ太田さんからは影響を受けましたね。まあ、俺はね、まあ、好きなことを適当にやってるだけだからね。でもそれ大事じゃないですか。あ、まあね。まあ、余計なことをやった方がいいな。またメッセージが。あ、明人さん。今日もありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。またありがとうございメッます。セージ。あれだな。そうだね。県外の仕事の印象ね。もう一個行くね。田中さんって楽しんでると思うんですよ。楽しんでますね。サイズカー祭壇作ることに対してね。まあ、上手くなりたいとか、まあ、花屋で成功したいって思ってる人ってたくさんいると思うんですけど、楽しみながらやるコツ、秘訣っていうのを教えてもらえればいいかな。これはですね、さっきちょっと出たんですけど、自分が成長できてる実感を持ちながらやらないと、もう絶対、どっかでポコって折れちゃうと思うんですよね。だから、どういうふうに成長させてもらえるかって、まあ、それ誰かに教えてもらうのが多分一番早いんですけど、一からなんかその理屈を、なんかこう理論を構築して、一から俺はやるんだみたいなのも多分めちゃくちゃ非現実的じゃないですか。
だからその教えてもらうのがもちろん一番早いと思いますし、うん、あのしっかりした人にね、やっぱ教えてもらって、あ、君こういうところちゃんと成長できてるよ、ほら見てみなって言われて、パッて、ね、自分が、あ、本当だ、僕上手くなってんだ、私上手くなってんだっていう実感をね、ちゃんと持たせてあげられるかどうかっていうのがものすごい大事だと思うんですよね。だから最初僕それがなかったんで、あ、なるほどね、何回この練習やんだよっていうぐらい、ブエーってビヨーンってなってたんですよね。それがね、もうちょっと早く感じられてたら、もっと早く上手になれたのかなとかすごい思いますし。ああ、まあね。そう、まあ。はい。だから成長させてあげることと、その、まあ、例えばね、誰か上手になりたい人がいるんだとしたら、その子が、あ、私、仕事に貢献できたんだって、思えるような環境を用意してあげるのがすごい大事なんじゃないかなと思います。なるほどね、成長と貢献だと思うんですよね。楽しんでやりがい持って仕事できるかっていうのが。ただまあ本人だけの問題じゃなくって、周りすごい大事。環境が大事ってことで、はい。環境めちゃめちゃ大事だと思います。まあまあ教え方だとか。はい、そう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 。まあ上司だとか先輩だとか教育者がまあしっかりしてるのが。わ、めっちゃ大事ですね。本当、だから、若い芽がね、どんどん積まれていくようなことって本当は悲しいなと思うんですけど、そういうことって多分実際多分いろんなところで起こってると思うんですよ。まあ経験あるね。いや、そうでしょ。経験あるね。そうそうそう。だから本当にモチベーション高くて、なんか成長したいんだって思ってる子たちがね、本当にちゃんと成長できるような土壌っていうのをやっぱ整えてあげたいなっていうのは思いますね。まあちなみにあれでしょ、田中さんとかに相談してもいいんでしょ。あ、もちろんもちろん全然いいです。インスタとか、まあ、YouTube でもいいし、はい、なんかこういうことで悩んでるんですけどみたいな、うんうん、そういう人がいたら全然気軽にコメントしてくれれば何でも答えて、ぜひぜひ、はい、ぜひなんか相談あれば、はい、してください。まあ逆にね、YouTube じゃ言えないこと多いからね。うん、あ、そうですね。なかなかね。直接ね、うん。そう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 。そうなんですよ、うん。連絡くれた方がね、はいはいはい、何でも答えやすいよね。うん、割とちゃんと突っ込んだクリティカルな回答をね、できるかなと思います、そっちの方。そうだよね。はい。あと、なんか、あります？渡辺さん、本田さん、質問。いや、僕はもう、十分、聞かせてもらいました。結構、掘られましたね。あんまり、いや、うん。はい。ありがとうございます。いや、なんか深い、もう本当深い質問でしたね。渡辺さんはなんかある？もう、僕も大体は、お酒入ってたらもっといっぱい出てくると思う。はい、ああ、今度酒ありのもありか。全然ありです。はい。そうだよね。僕は飲みませんけどね。そうだね。うん、そうだったら。ね、でも、渡辺さん酒飲んでもあんま変わんないでしょ。いや、変わりますよ、結構。あ、そうだっけ。はい。なんかそんな印象ないね。ガラッと多分退出することになるかもしれない。弱いな。それも可愛いな。そしたらあとは視聴者の方でなんか田中さんに質問ある人いたら、うん、遠慮なく入れてください。もうちょっとで終了しちゃうんで。なんかね、YouTube 的にまずそうな質問だったら直接 DM でください。うん、後日でも、はい、そうだね。まあもう一つぐらいじゃあ聞く俺。お、いいですか？ありがとうございます。多分、まあ、いろいろ、田中さん自身も変化してると思うんですけど、はい、はい。まあ、技術もそうなんだけど、はい。考え方を多分変えてる部分って多いのかな。うん、うん、うん。そうですね。うん。その考え方を変えるのに必要なことって何？うわあ、これもさっき言ったんですけど、これも基準を変えることだと思いますね。ああ、自分の。要はその何を当たり前と思うかっていうところを変えればいいのかなっていうふうに思うんで。はい。技術面だけじゃないよね。そう、そうです。技術面だけじゃないです。まあ、例えば、ね、週に一回歯を磨く、週に一回しか歯を磨かない習慣だったとするじゃないですか。うん。僕が。うん。でもみんなが当たり前に毎日歯磨いてんだって知ったら、やっぱ毎日もう歯磨く。しかなくなるわけですよ。まあ、実際ね、大学の時とかね、週に1回ぐらいしか磨いてない時あったんですけど、うん、じゃないですよね。いや、でも本当に、まあ、多分そういう感じだと思います。嫁から、ね、お前毎日磨けって言われて、磨くようになりましたね。
ああ、なるほどそね。れが当たり前だろうって、いや、本当にそういうことだと思います。まあね、だよから、くあるよね。その会社でうまくいってないっていう人で、朝の挨拶しっかりしてない人とかって結構多いよね。ね、朝ね、元気におはようございますって言えば、あんまり嫌われないよそうです、そうです。だから何かこう自分が触れたことのない価値観に触れたときに、それがいいと思うんだったら、ね。もういいと思ったところに自分の当たり前を持っていけばいいっていうふうに思ってるんで、それって当たり前だよねっていうふうにしちゃえば、もうそれが当たり前になるんですよ。なるほどね。っていう考え方ですね、僕は。まあ常にいいものを吸収しようと思ってなきゃダメだってことだよね。そうですね。で、もう本当にそれが当然だって思うことですよね。かなと思います。なるほど。ありがとうございます。やばいですね。ちょっと硬い話になっちゃいましたね。もっとまあ、ま本当だに、なんかいっぱいあんだけどね。今日。ね、結構今日砕けたかったんですけど。ね。あと、あ、そう、兄弟いますかっていう。すごい、すごい。兄弟、弟と妹がいます。あ、一番上なんだ。あ、上なんですよ。なるほどね。なんかそういうのもあるよね。あの人間性出るよね。出ると思いますよね。長男なんですよ。ああ、言われたらわかる気するな。本当ですか？なんか決断ができるよね、田中さんって決断は早いと思います、多分。ね。ね、俺ね、真ん中なんだ。3人男の真ん中なんだけど、だから決断はあんまりしないタイプ。あ、そうなんですか？太田さんめちゃめちゃ行動力あるんで、決断めっちゃ早そうですけど。まあ、自分の中では結構迷ってたり、ああ、そうなんですまあ、ね。だけど、あんまり相談しないから、みんないきなり何やっああ、てんだっていうふうにはわなかるんないけだけなんです。ど、自分の中ではだいぶ温めてる部分がある。ああ、そうなんですね。あと、ああ、そうだ、花以外に何が好きもさっき言ったもんね。花屋の業界に足りないところも言ったよね。考え方変える。うまくなりたい人、成功。県外の仕事の印象。あ、だいぶでも聞いたかな。だいぶ聞かれましたよ。そうだね。だいぶ俺も全部、もうごちそうさまだね。いえいえ、どういたしましてですね。本当ね、なんか。どうかな、視聴者の方々も田中さんの人間性がちょっと分かったかな。いやーねーねー、ちょっとね、あんま、こういう、堅苦しすぎるところね、あんま良くないなーと思うんですよ、僕も。まあね。あ、そう、スポーツはしてた？スポーツはですね、高校の時ラグビーしてましたね。ラグビーなんだ。そう、してましたっていうほど、してましたっていうと恥ずかしいぐらいなんですけど、一応、的なやつをやってたぐらいな感じでいいんじゃないですかね。なんか聖火祭壇業界ってなんか体育会系多いイメージがあるんだけどね。ああ、それは、それはあります、ありやっまぱりあす。るんだ。あります、あります。ちなみに渡辺さんはなんかやってた？僕ですか？僕は、バスケット部と、あと、スキー部も入ってますね。モテるタイプだ。バスケ部に渡辺さんいたら、そりゃキャーキャー言われるよね。部活にスキーがあるっていうのがもうね、僕と本田さんからしてみたら斬新な感じじゃないですか。そうですね。ないですよ、スキー部とか。ないですね。ああ、そうでそうすだよね。か。だから、なんかこう、僕らの、こう、住んでる場所で、なんかウィンタースポーツを、なんかこう、部活にしちゃうみたいな、もう本当お金持ちの、なんか もう感覚的にこう、ゴルフみたいな感じですね。乗馬とか。なるほどね。めっちゃ金かかるやつみたい本田さんなんかやってた？僕はもうずっと野球でしたね。野球。そうなんですね。そうです。小学校からですね、ずっとやってました。高校で辞めちゃったんですけど。まあね、花に限らずね、スポーツとかもやっぱ壁がね、あるよね。いろんな壁がね。そうですね。いろんでなも、誘惑が。いろんな誘惑とね。そうですね。でもね、社会人になるとね、その道もね、たくさん作れるからね、逆にね。学生時代ってこう、どうしてもこう狭くなっちゃうけどね、道がね。なるほどね。わかりました。
ただ質問もなさそうなんで、うん、今あ日はりがとうございまこのしぐた。らいにしたいと思います。ありがとうございました。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、もうありがとうございました。また来週月曜日、一応予定なんですけど、今度、渡辺さんに質問コーナーやりたいと思いますんで。ああ、もう今日の倍ぐらいでお返ししようと思います。楽しみにしてます。はい。ただ、今日はありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様ありがとうございです。ます。ありがとうございます。はい、終了しました。